部屋にようこそ。徳井空です。よろしくお願いします。さあ、第1回の二階堂あきさんに続いて第2回では白川徹さんが来てくださいました。今回ついに3回目となるんですけども、早速ゲストの方をお呼びしましょう。手役アーティスト森山重和プロです。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、森山プロといえばですね、はい、言葉は辛口、ダハヨンは大ボリュームと、ちょっとこわもてなイメージがあるんじゃないかなと思っているんですけども、はい、うん、今日はちょっとそのあたりぜひ聞かせていただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、はい、いろいろ質問をさせていただきます。はいはい、まずですね、この麻雀を始めたきっかけっていうのはどんなことなんですか？そうですね、もうまあ、大学の時ですからね、はい、もう42年ぐらい前ですけど、うんうん、まあ、大体あの、まあ、麻雀できるやつが人が足りないから、うん、それでまあ借り出されるみたいな感じですよね。じゃあ麻雀はやったことない状態からですか？そうですね。ほう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 。最初やった時はどんな感じでしたか？あのね、最初やった時はね、こうなんていうのかな、こう手役とか覚えるじゃないですか。はい、これと同じのを作んなきゃいけないのかと思いますよね。あー、なるほど。日本が出てるやつと日本の 絵通りに、そうそう、これと同じの作るのかみたいなね。結構難しいですよね。これはなかなかできないかなっていう、ね、そんな感じですよね、最初はね。そうですよね。でも、まあ、すぐそうじゃないっていうのが分かってね、うん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 、形を作るんだっていう。どれぐらいから結構友達からもなんか結構お前強いじゃんみたいな感じで言われ始めたりとか。強いって言われるのはね、なかなかなんですけど、はい、結局勝つようになるっていうことですよね。うんうんうん、バカにされながら勝つ、うんうんうん、お前覚えたてなのにお前結構やるなみたいな、ね、なるほど。みんな徐々に気づいてくる、うん、お前まあついてるなみたいな。あ、最初はただの、まあ、だから偶然か、まあ、ついてるなぐらいの、うんうんうん、あっちはほら一応上目線だから。そうですよね。さあ、俺たちが教えてあげたんだから、俺たちが先輩だみたいなね。だけどお前結構勝つな、うん、ついてるなみたいな、うんうんうん、そのうちにそれがだん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 お前いつもついてる勝つなみたいな。まあ、なってくるじゃないですか、うん、ちょっとこれは偶然ではないかな。でこうまた別の人は、うん、お前よりこっちの方が強いよとかね、あの言う人もいるわけですよ。はい、でどん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 。まあ、それでだんだん、まあ、その、うんうん、その教えてくれた人たちとは別の人とやるようになったりね。はい、結構どんどん広がってくる、ね、まあ、あのちょっと、まあ、クラスが上というかね、うんうんうん、そういうふうにだんだんなってきたっていう感じですよね。なるほど。それ、うん、覚えてからは結構学生時代は麻雀を打たれたりっていう日々が続いたんですか？麻雀をやっぱりかなりやりましたね。学生の頃は麻雀大好きだったんで。今はね、仕事になって、うんうん、例えば雀荘に行くのに走っていくことはないですよね。そうですよね。昔はね、終わったですね。ちょっともう一個気になったんですけど、あの学生時代はどんな学生さんだったんですか？麻雀以外の部分とか。麻雀以外はね、例えば恋愛とかどんな感じだったんですか？そういうのはあんまり関係なかったですね。もう麻雀部みたいなね。麻雀部みたいな感じ。もう麻雀の誘いが多かったですね、やっぱり、うんうんうん、なるほど。じゃあ友達ともう麻雀をやってばかりというか。まあ鉄板もね、随分やりましたし。いつ頃からそのプロの麻雀っていうのを意識し始めたんですか？まあ、プロになろうと23とか24とかね、うん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 、そのぐらいですね。あ、なるほど、はい、それぐらいからちょっと意識したして、はい、なるほど。そしてですね、私あとこの麻雀で森山さんの必殺技、はい、アトミックリーチはなぜ誕生したのですかという質問をちょっと誰かから聞いたんですけど、あれは必殺技でも何でもないんですけど、なんかものすごいパワフルな必殺技があると伺ったんですが、今だから学生時代に戻るんですけど、はい、昔はね、麻雀牌をこう6枚ずつは切らなかったんですよ。ほうほうほう。もうずっと一直線切りっていうんでずっとこう並んでいくんですよ。へー。でたまに誰かがね、こう直す、こう直して戻すんですよ。ほうほうほう。そうすると元へこうまた戻してね、俺は嫌だ、まっすぐがいいんだみたいな。そうするとごちゃごちゃになってるわけですよ。でリーチかけるときにこうそこ押さえとかないと、なんていう、うん、なんていうか、それでパッて切って、うんうんうん、リーチかけるようになったんですよ。そこから生まれた。それをたまたまテレビ大学でやったら、うんうん、はい、なんかみんなが喜んでやれやれみたいな形になってまあなるべくやってくださいみたいなこともあって、うんうんうん、あ、じゃあもう生まれたというよりはもう周りがそうやって言うから、いやいや、やってたんですよ、自然に、うん、はい、前は自然にやってたんですよ、うん、だけどそれを別に意識してやったわけじゃないけど、うん、自然にこうお前ら降りろよみたいな。なるほど、ちょっとそういう気持ちも込めて、まあ、まあそうなんだけど俺は高いぞみたいな、ね、なるほど。で大体高いんですよ。本当に高いので勝負して、大体高い方が多いから結構みんな怖がってくれるじゃないですか、うん、だから安い手でもかけようと思うんだけど、うん、安い手がねあんまり作れないんですよ。おお。いや、それオーバーだけど割と高くしちゃうから、まあ高い手の方が多いんで、うん、
まあ、リーチかけると降りてくれるっていうのも結構、まあ、なるほど。いやもう周りはそれされたらもうビクッてなっちゃいますね、はい、じゃあもう、うん、それでこの間もね、なんかね、一般の方からね、森山さんあんなにいつもバシバシ切ってね、はい、あれ誰とやっても切るんですかって言うから、うんうん、いやあれはテレビ用ですよと。だからいやそういうプロとの対戦だから、うんうん、そうやってみんながおとなしく打ててもつまらないでしょうと、うんうんうん、だから多少打開強くするけど、パフォーマンスの、まあ、それもありますよと。だから普通の人とやってる時にそんなことしないですよって一応説明したで説明してね。もうそれでなんかね、僕がテレビに出るとね、うんうん、その後連盟にクレームが来るらしいあいつはマナーが悪いみたいなちょっといつもこうやってやってるんじゃないかっていう、だからよく来るんですよっていうらしい、たまにあるらしいですよ。ちょっと誤解されちゃうんですね。だからまあそれをやめようかなとも思う、やめてもいいんだけど、いややめないでほしい。みんな同じじゃつまんないでしょ。そうですね、私もちょっと生で見たいです。それとこれだけ言っておきたいんですよ、はい、マナーが多少ちょっと悪いというか、うん、ちょっとバシッといくけど、はい、麻雀が格調高いでしょ。そうですね、そっちを真似してみろと、なるほど。そういう、はい、大きい振りだけじゃなくてちゃんと、いやだから中身を見ろと、中を見てほしい。私ぐらい格調の高い麻雀あんまいないよ小島武夫とか、いやだ小島武夫とかね、ほうほうほう、そっちのうち路線なんで、はい、小島さんといつも言うんですけど、うんうんうん、僕たちはこうそういう路線。なるほど。それであと佐々木久人とかね、はい、前原雄大とかね、うんうん、そういう最近それガラクチームガラクタって言うんですけど、うんうんうん、それはガラクタ路線なんです。なっちゃいました。ちょっと思ったよりお茶目な面がちょっと見えてきたんじゃないかなと思うんですけども、でもやっぱりもうこう見た目からして私はちょっとお酒とかが強いんじゃないかなっていうイメージが、その仲間たちと毎晩飲んではっていうイメージなんですが、いかがですか？そういうのないんですよね。だから食べには行きますけど、はいはいはい、一緒に行って、まあ、僕は食べて周りはお酒飲んでるとかいうのはありますけど、うんうんうん、全然飲まないんですか？お酒はもうちょっとしか飲まないですね。ちょっとしか、はい、なんか好きなお酒とかも、まあ好きなお酒は特にないですね。あ、意外ですね、はい、逆に甘いものが好きだったりとかはしますか？もうそろそろ糖尿がちょっと甘いものもちょっとお酒も抑えていこうかなという感じで、はい、なるほど、はい、甘いのは打杯だけっていう素敵な、あ、なぜだ、ちょっとそんなところで、じゃあちょっと私ですね、はい、聞きたいんですけども、はい、こう大切な勝負の前に必ずすることとか、何か験担ぎとかあったら教えてください。それでね、勝てればいいんですけどねでもね、まあ大体こうなんていうのかな、うんうん、まあとりあえず朝ごはんをきちんと食べてくると、はい、なるほど。それで納豆を食べるという朝納豆って決まって、あ、ご飯派ですか、パン派ですか？いや、まあ、だいたいね、そういう収録みたいな時は、はい、だいたい食事がなかなか不規則になっちゃうんですよ。そうですね、だからある程度食べとかないと持たないんで、うんうん、それとまあ多少粘りが出るんじゃないかということで、ね、おー、なるほど、粘りを効かせるために納豆をたくさんいつもより混ぜてっていう感じですね。あんまりね、効かないような気もちなみに今日の朝は何を食べましたか？いやだから食べてきましたけどね。納豆いやいや、いっぱい普通にですよ、まあ、栄養も考えてね。まあそうですよね、はい、まあそういうことですね、うんうんうん、なんか他になんかジンクスとかっていうのはあったりしますか？ジンクスですか？ここの朝、うん、ジンクスじゃないんだけどね、はい、麻雀は僕はね、負けていいと思ってるんですよ。負けてもいい、だからね、麻雀って運 の勝負なんですよ、はい、だから麻雀で負けてるぐらいでいいんですよ。なるほど。で一応僕プロですけど、はい、麻雀負けてもそれ以外のことが大体うまくいくんですよね。あ、仕事はうまくいってるけど、どうも麻雀つかんとかね、で例えば麻雀タイトルたくさん取ってる人もいるんだけど、はい、うん、まあ、結構不幸な生活をしてたりねあ、なるほど、私生活の面でのプラスマイナスとかもあったりするんですね。だからね、その辺が難しいんですよ。要するに、まあ、僕はプロ連盟のことをいろいろやってて、はい、まあ、プロ連盟的に言うといろんなことがうまくいってると、うん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 、そうすると僕の麻雀が良くないみたいなね、そういうわけではなく、でもだけどあんまり運気を使いすぎちゃって、いやだから そうなんですよ。ソラさんもそんな感じじゃないですかね、はい、私もですか、私生活がダメだと仕事うまくいくとかそんなことないですか？ああ、そうですね、私もなんか麻雀とかなとカードゲームとかもやったりするんですけど、やっぱりすごく勝った日は、なんかちょっとこけちゃったりとか転んじゃったりとか乗り遅れちゃったりとかしてありますかね。さっき勝ったから運使っちゃったなみたいな、ありますね。ありがとうございます。いや結構
私生活のいろんな面が聞けて、うん、ちょっとこわもてなイメージがあったんですけど、私は結構親近感がちょっと湧いちゃいましたね、はい。そして、森山さんはですね、はい、9月から近代麻雀オリジナルでなんと記事の連載が始まるそうですね。なんかね、それさっきちらっと聞いたんですよ。さっきですか。さっきなんですよ、それがね、じゃあまだどんな連載がされるとかは聞いてます？なんか素人の方の麻雀を見てそれをとか言ってたような。それを脅かす。それそうじゃなくて、お前ら何やってんだっていう感じではない。いや、ではなく、多分アドバイス的なことだったりするんじゃないですかね。だけどね、僕が言うことは結構ね、分かりづらいんですよね。だからこう、それをまあ多分分かりやすくやってくれっていうことの編集部だと思うんですけど、その話だと思うんですけど、ですからまあ9月ですか、9月からじゃあ楽しみにしていただいて、はい、これは読み応えのある記事になるんじゃないですかね。それはもうね、本買ってもらわないと。そうですよね、皆さん、本までお楽しみに。そうですね、はい。というわけでちょっと真面目なことも聞いていこうかなと思うんですけども、はい、この後へ最強戦への抱負をぜひ聞かせてください。まあとりあえず初戦は2位までに入らなきゃいけないんですよ、はい、うん、で、まあ、一応、多分まあ一緒にやってる人もまだこれ聞いてないと思うんで、うん、まあ、地道にもうトップじゃなくて2位狙いで、そうです、2位までに入ればということですもんね。でなんとか、ね、こう自分を制御していこうと思います。行きたい気持ちを抑えてね、はい、なんとか2着で2着までに、それで決勝戦に残ったらもう目いっぱい行って1位になるように、うんうん、努力はしてみます。なるほど。できるかどうかわからないですけどね。頑張ってください、はい。それではですね、最強戦もそうなんですけども、はい、今後の麻雀界をこういう風にしていきたいなとか、今はね、映像の部分がね、やっぱりね、はい、表にどんどん出るようになって、はい、まあ、麻雀プロの全てがある程度見れる時代になってるんですよ。と、うん、いうことは要するに麻雀プロが要するにレベルを上げていかないと、やっぱり一般の方が見ててね、うん、なんだこいつ、うんうん、これでプロなのっていうことがね、多分こう多くなってしまうと思うんですよ、うん、ですからプロが見せてどうだっていうね、うん、プロらしい麻雀を見せて、うん、やはりプロの世界がより盛り上がっていって、うん、まあどん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 こうビッグなですね、はい、やはり囲碁とか将棋の、ね、うんうんうん、世界に近づけるようになればいいと思いますけどね。そうですよね、はい、やっぱり私たち一般の方が憧れるような麻雀界だってほしいですね、はい、ありがとうございました。というわけで本日のゲストは森山プロでした。ありがとうございました。